エリエイは、主に鉄道模型及び鉄道関連の雑誌を発行している出版社である。出版物に記載する名称には、社名の株式会社エリエイではなく、エリエイ出版部、プレスアイゼンバーンを使用している。元来は、ハンエリ賞のエリ、エイとして、松本栄太郎によって創業された。その後、ご副賞として、 営業を続けたが、四代目にあたる松本健一が、仲間と共に、鉄道趣味書観光会プレスアイゼンバーンとして、行っていた、鉄道趣味書の出版活動を本格的に、商業化する際にその法人格を使用、エリエ出版部とした。1974年に、平井健太郎が、鉄道模型月刊誌トレインを創刊させる。トレイン雑学庁では、 公衆電話ボックスなどレイアウトの脇役を取り上げた。模型だけでなく実物の鉄道も取り上げ、車両や路線図などの図面も掲載している。1978年には国鉄を定年退職した黒岩休みを迎え、鉄道月間し、レールを送管する。送管当初は過去の車両や鉄道を取り上げていた。月間、レールは約2年で廃刊となるが、 その後不定期間で、ザレールレールシリーズの発行をはじめ、主に廃線となった鉄道や廃車となった車両など、古い鉄道を取り上げている。書籍では、草かる電気鉄道や、スッツ鉄道などの価格の高い豪華本も手掛けている。雑誌書籍ウェブサイト出版物、ありがとうございます。